佐々木フロンターレ背番号5番の佐々木浅井です。お願いします。なんとこのイベントに2年連続で参加してくれるのはフロンターレ史上初だそうです。しかも今日は佐々木選手2冊控えてますからね。はい、頑張ります。選手が後ろに乗ってた時は緊張して直角に座ってた、はい、今年はどうですか？今年はもうだいぶ言えるようになりましたけど、まあ、まだ気持ち程度倒すだけでまだ、はい、思いっきりは倒せてないです。なんかね、ちょっと聞いたことところによると新幹線のこう手すり、横の手すりも1年目はなかなか使えなかったみたいですね。そうです、まあ、飛行機なんですけど、真ん中に若手選手が座って両サイドのベテランなんですけど、まあ、なんか両方置けずにずっとここで手を前にクロスみたいな、はいはい、そんな1年目だったけど、はい、今年はもうちょっと伸び伸びと伸び伸びと、はい、することができるようになって、はい、やってます。プレーの面とかではこう2年目だからこそ変わったこととかはありますか？そうですね、まあ、2年目になってやっぱ試合のなんていうんですか、感覚というかそういう流れにも慣れてきて、プレーも伸び伸びやれるようにはなってきました。で去年ここに立った時はずっともう緊張して汗をかいていらっしゃったんですけど、はい、今年はね、背番号5番を持ってくれている方々に、はい、手を振ったりすることができるように、ね、はい、本当に余裕が出てきた佐々木選手、はい、3年目もすごい楽しみだなと思えるようなちょっと一面も見せてくれました。ありがとうございます。脇坂泰人選手が読み聞かせをした時のイベントですね。すごく昔からフロンターレを応援している方しかわからないかもしれない。そうですね、まあ、サッカーでも誰だろう、ケント君とかやっぱ背ちっちゃいですけど大きい選手にやっぱ当たり負けしないところだったり、まあ、すごいたくさん見てるんで、はい、なんかケント君みたいでしょ。が大きい力士に挑戦することと小さいネズミが大きな壁を乗り越えるためにどうしたらいいかという挑戦するときに読んでほしい本になります。で、挑戦したいこと、挑戦したいこと、去年早坂とキャンプグッズを買ったんですけど、一回も行ってないんで、来年こそは2人でキャンプに挑戦したいと思います。ではしてはいけないことが3つあります。それは一体何でしょうかというのがクイズです。相手は眠ることだと思います。はい、眠ることですね。はい、正解です。こちらね、私が持ってくれているこの紫色とか、とは川崎市の外に住んでらっしゃる方も作れます。その時は緑色のカードだったりする。どんな練習を頑張ってたか覚えてますか？まあ、小学生の頃はずっとドリブルとボールタッチをひたすらやってました。あんま覚えてないんですけど、多分幼稚園の時はもうやってました。お家族の影響とかですか？そうです、父がサッカーやってたんで、その影響で、はい、気づいたらやってました。家の近くでもやってますし、チームに入ってたので、そこでずっとやってました。休みの日はあったところですか？あんま覚えてないですけど、はい、まあ、ひたすらボールを触って、それでもやっぱり大島亮太選手とかみたいには慣れてないんで、だからもっとこうちっちゃい時にたくさん努力しておけばよかったなっていうふうに今思ってます。家に大きさが違うボールが何個かあって、それをなんかひたすら触ってた記憶があります。ブリとブラは覚えてます。夢を叶える像っていう本は面白かったです。どんなところが面白かったですか？
なんかいろいろ習慣化するための本みたいな課題を出されるんですけど、それを自分も一緒にやってみて、やってみたらやっぱ部屋の掃除とかトイレ掃除とかやっぱやることによってやっぱ気持ちも整えられますし、サッカーにもちょっとはこう影響出たのかなというふうに思います。コーチの寺田修平さんに前本読めよって言われて、はい、でおすすめなんですかって聞いたら、はい、紹介されました。体育です。卓球は卓球、はい、得意でした。バスケは、はい、なんかルールがよく分かんないままやってました。はい、勉強があんま得意ではなかったんで、はい、全般的に苦手でしたけど、まあ、算数、数学は、はい、ずっと赤点取ってました。プロになってから読んだんですけど、中村健吾さんの何ていう本でしたか。あ、そうですね、ラストパス。ラストパスの本、ラストパスの本ね。はい、入る前から大学の寮で読んでた気がするんで、はい、入る前に読んで、あのフロンターレってどういうクラブなんだろうとか、やっぱそういうのを、はい、読んで学びました。はい、ずっとあのちっちゃい時から健吾さんに憧れて、でフロンターレ見ていくうちにサッカーもすごい面白くて、大学の時はもうずっとここに入りたいなと思ってやってました。そうですね、あのすごくやっぱいいクラブなんだなっていうふうには思いました。そうですね、あの自分もすごい本読むのが好きじゃなかったんで、まずは漫画から入るのが一番いいかなと思います。サッカーはずっとやってたんですけど、野球もすごい好きだったんで、あの土曜日とか休みの日は小学校で友達で野球やったりしてました。そうですね、まあ、野球の方がなんか好きだったのかなっていうのは、はい、思います。それはバッターだったんですか、ピッチャーも。バッター、はい、打つのが好きでした。坊主にするのが嫌だったんで、野球は、はい、坊主だったんで、で親もサッカーやってたんで、もうなんか勝手にサッカーの方に、はい、行ってました。強いキックを蹴るには多分あの年が上がってくれば勝手にあの筋力もついて蹴れると思うんで、逆にその精度のところは自分も高校まで左足蹴れなかったんですけど、あの高校大学でずっと練習してたら蹴れるようになったんで、はい、何回も繰り返し蹴ることが大事かなと思います。そうですね、まあ、相手の足元にあのノーバウンドで届くように意識してやってました。そうですね、一人の時はあの学校になんか壁当ての壁があったんで、そこに向かってあの数字めがけて何回も蹴ってました。今サイドバックですけど、昔はボランティアやってたんで、あの中村健吾選手のプレーはずっと見てました。最初はすごい、あ、健吾さんだって感じだったんですけど、今はもうあのクラブハウスしたらザラスって感じで、今はなりました。なりました。はい、あんまりいないんですけど、やっぱフロンターレずっと好きで見てたんで、あのフロンターレ決まって初めて練習行った時、ユウさんとかアキさん見た時は、わ、本物だみたいな感じにはなりました。小学校の時フロンターレ好きで、中高はちょっとレッツの方に、あの、あらはい、地元だったんで、あのスタジアムによく見に行ったりしてたんですけど、でもずっとフロンターレは応援してて、はい、そんな感じです。初めて父と試合、日本代表の試合見に行った時に、健吾さんのプレー見て、わ、すごいなって思って、そこからなんかフロンターレを見るようになって、そこがフロンターレの入りでした。すごいあの緊張するタイプなんで、あのトイレにこもったりして本当にもう吐くか吐かないかくらいの緊張感もありますけど、まあ、それはもうあの試合の笛が鳴るまではもうずっとあの緊張したタイプなんで、始まったらもう大丈夫なんですけど、はい、なんであの気持ち悪くならないような対策とかをいろいろしながら、はい、試合には臨んでます。
そうですね、まあ、あの時はもう何も考えずにやってましたけど、やっぱり試合に出れば出るほどチームのことだったりいろいろ考えるようになってきて、はい、まあ、やっぱ優勝争いしてる時だったりっていうのはもう今まで経験したことないくらい緊張してやってました。そうですね、まあ、今シーズンはベンチからが多かったんであんまり緊張することなく伸び伸びできました。そうですね、引き分けとか1対0で勝ってる時とかはすごい緊張するんですけど、それ以外は気楽に、はい、試合に出ることができました。まあ、大関はよく休みの日出かけたりして、高虎がいなくなっちゃったんで、ベンジと2人仲良かったんですけど、いなくなっちゃったんで、まあ、大関とよく出かけてます。ここだけの話なんですけど、大関選手と佐々木選手、お風呂でめっちゃ歌歌ってるらしいですね。大関だけ歌って、俺は指揮士、はい、サッカーのことはディフェンスです。サッカー以外は、なんだろう、指揮わかんない、ちょっと監督に聞いてみます。はい、そうですね、まあ、去年よりはうまく読めたんじゃないかなと思いますけど、まだまだだと思うんで、また来年呼ばれたら全力で頑張りたいと思います。って言っちゃった。また来年、また変わらず熱い声たくさんお願いしたいなと思います。佐々木選手どうもありがとうございました。ありがとうございました。移動していただいて、はい、ありがとうございます。このままの状態でお渡しください。はい、もう一回押してください。はい、もう一回。7投目。まあ、去年もやってたんですけど、やっぱ一番緊張するイベントだなって思いました。そうですね、まあ、さっきちょっと盛り上がってたって聞いたんで、それは良かったかなと思います。そうですね、まあ、1冊目の方は、やっぱちっちゃい力士が大きい力士に挑むっていうところで、やっぱりサッカーも体格、体型は関係ないんで、やっぱちっちゃい選手が大きい選手にも勝負していかなきゃいけないので、それは読んでてすごいサッカーにも通じるところがあるかなと思いました。あんまりしないんですけど、最近ちょっとKindle っていう、うん、電子機器を買って読むようにはしてます。さっきも言ってたんですけど、はい、夢を叶えるぞっていうのが面白かったです。本郷選手の方は面白いというよりはいい話だなと思って読んでました。そうです、まあ、サッカーを通してっていうのはありますけど、やっぱこういうまた違った形で の交流っていうのはなかなかないんで、自分にとってもすごく楽しいですし、みんなが楽しんでもらえればすごい嬉しいなと思います。いや、まあ、反応見る余裕なかったんですけど、なんかちょっとなんかざわざわしてる感じれたんで、去年はそれがなかったのでよかったなと思います。いや、もうそれどころじゃなかったです。まあ、ね、無事終わってよかったです。ゆっくり読むようには、はい、心がけてやったつもりだったんですけど、どうだったかよく分かってます、はい、大学3年の時に長吉寺さんが大学コーチとして来た時に、なかなかうまくいかない時期にホワイトボードにその言葉だけ書いたので、言葉の説明された時にすごいいい言葉だなと思って、はい、そっからこう自分の中で好きな言葉の一つです。そうです、まあ、なんかあんま続かないんですよねっていう話を周平さんとしてて、そしたら1日30分でも本読めばみたいな感じで言われて、そっからおすすめ聞いたら、はい、本を教えてもらいました。